お待ちしておりました、デリング総裁。新生の代表者を呼べ。審問会を開く。ミオリネ社長の指示通り、投資家向けの開示情報をまとめました。新生社とペール社の開発部門を買い取った後のこの会社の資産は？そんなもの、派手な事業計画を打ち出して期待を高めれば。そうね、普通に考えたら兵器として売るのが妥当かな。スペーシアンの味方するわけ？決めるのは社長だと思う。